回やっていこう。こっからが本番だぞ。スーモちゃん、スーモちゃん、残り時間をちゃんと見ましょう。いけるか？いけるのか？え？こんばんは。お布団系 VTuber ひよこむです。今日は恩恵第8弾。ということで、クラウドキャッチャーをプレイしたいと思います。それでは早速ご覧ください。今回こそは、絶対に商品をゲットするところをお届けしたいという思いから選んだのはこちら。じゃーん、スーモ特大サイズぬいぐるみです。前回はたこ焼きスライダーの沼にはまってしまったので、今回は私の実力でもゲットできそうなこちらの3本爪の景品にしました。3本爪って割と確率期って言われてるみたいなんですよね。なのである程度やれば取れるんじゃないかということでやっていきます。今回は3000円課金しております。よし、それでは早速スタート。スーモちゃん、スーモちゃん、お、すごい。あの、こういうのって先端が丸くなってて、こうグリ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 動かすようなやつあるじゃないですか。なんて言ったらいいんですかね、レバーみたいなので操作するのがあるんですけど、このゲームもオンラインだけどそういう感じで、この赤い丸いやつをグリグリするとこうやってグリグリ動いてくれる。なのでリアルと似たような感覚で遊べますね。と、向き変えてこっちの方、あっ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 、残り時間をちゃんと見ましょう。はい、やっていこう。ここからが本番だぞ。変えて、決めて、うん、はい。え、うん、ちょっと近づいた、ちょっと近づいたからいけます。これで、スーモちゃんのところに行って、この下の矢印を、もうちょっと、こっちかな？こっちかな？矢印を、ピーッと。お、いいですね。ここいいですよ。あ、取れるかも。あ、惜しい。もうこれいけますね。次で取っちゃいますよ。よいしょ。にゃ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 。うんうん。割と、ラグ少なく、良い感覚で。よし。どうかしら？でく、ははは。遠ざかった。ちょっとね。地面と同じ色してるから、どこにスーモがいるのか分かりづらいかと思うんですが、今、ここら辺にいます。もうちょっとこっちかな？いきます！なんか、つかめ！どうだ？いけるか？結構端に寄ってしまった。もうちょっと穴の近くに持っていきたいですね。そろそろ取れてもいいんだぞ。ちょっとこっちに転がってきてほしいので、少しだけ穴寄りにアームをやってます。どうだい？失敗ですね。そういうことをやらない方がいいんだな。
ちょっとできる人ぶりました。素直に行こう。あ、落ちた。あ、いい感じいい感じ。え、これ大丈夫？違うところに落ちそうなんですが。これいけないですよね。掴めるかな。やってみます。あ、よかったよかった。あ、ダメか。いやー、変なところにやってしまいました。やばいぞ。なんかダメだな。桃鉄で運使い果たしてしまったのかもしれない。いくぞ、頑張れ。これ置き直し対応不可ってなってるので頑張るしかないですね。大丈夫、やるぞ。徐々に穴の方には移動してきてると思うので、意地でも今回は取りますよ。絶対に諦めない。へたっぴ。もっと奥ですね。もっと奥行きます。あ、穴、あ、さ、え、今見ました？見ましたよ。録画してますよ。なんだ今の神は。神か天使か。やばい、これで取れなかったら。やってみます。うん、いけるか？いけるのか？え？いけるか？いけるのか？え？いけるか？いけるのか？え？いけるか？いけるのか？ですか？はあ、まさかの。今回は一応11プレイ約2000円でスーモをゲットすることができました。最後は神の見えざる手がスーモを穴へと導いてくれたように感じましたね。ゲーム自体はあまりラグを感じることはなく操作できて、ただ距離感をつかむのがちょっと難しかったですね。あのまま神のアシストがなければちょっと危なかったように感じます。我が家に来たらいっぱい可愛がってあげたいと思います。次の動画もお楽しみに。それでは皆さん、おやすみなさーい。